えば、動物細胞を例にとってみますと、ね、あの前の動画で見たように核の周りには小胞体があるね。でその小胞体には、あ、ごめん角膜の核の周りには小胞体っていう細胞小体があって、小胞体ね、小胞体で、小胞体は物質の輸送に関わります。別の動画が用意してあるので、そちらもご覧になっていただければより詳しく分かると思います。小胞体っていう細胞小体が核の周り、ね、これ核膜とつながるところがつながってるんだけど、小胞体、細胞小体が核の周りを取り込んでいます、取り囲んでいます。で、そこにはね、小さな粒々が、ね、まるで、ごま玉虫あるみたいに小さな粒々が取り付いていて、この粒々はタンパク質合成の場であるリボソームです。リボソーム、タンパク質合成の場です。こんな風にリボソームが取り付いた小胞体の領域を素面小胞体って言います。小胞体には素面小胞体と、ね、素面小ってあるけど、あとは活面小胞体。この活面小胞体っていうのは、これあの小胞体丸小ってあるけど、活面小胞体っていうのはこんな風にこういうとこみたいにリボソームが取り付いてないところです。リボソームが取り付いてない小胞体の領域です、ねこんなところはリボソームがいっぱい取り付いてるから素面小胞体、ね、ザラザラ、ね、触ったらなんかザラザラしてそうでしょ。リボソームがいっぱい取り付いてるから、ね、リボソームが取り付いてないところを活面小胞体って言います。で、もちろんこれ核ね、もちろんこれが核ね、核で、他にも中心体なんていう細胞小器官もあって、中心体、中心体は2つの中心流とその周りの微小管からなります。微小管っていうのは細胞骨格の一つで、これが周りの微小管 ね細胞骨格の一つ、細胞骨格の一つ。細胞骨格っていうのは細胞の中に張り巡らされたこう線状のタンパク質のことで、例えばね、微小管なんていうのはね、ビョーンって伸びて鞭毛に使われたりとか、鞭毛の構造の中に使われたりとか、あとは物質を運ぶレールになったりとか、とにかくね、細いタンパク質が細胞の中ね、あの昔はね、全然そんなのがあって分かんなかったんだけど、顕微鏡技術が発達してきたらね、なんか長細いタンパク質が張り巡らされてるなーって、ね、細胞の骨格のようだなーって、ね、細胞骨格って呼ぶようになりました、ね、それはタンパク質でできてます。細胞骨格はタンパク質でできてます、ね、細胞の中に張り巡らされた細いタンパク質のことね。とか、動物 の、ね、あの細胞では、よく発達するんだけど、ね、植物の細胞にもあるよ、ね、ゴルジ体、扁平な袋が積み重なっているような構造、ゴルジ体。ゴルジ体は物質の分泌に働きます。もちろんね、先ほどまで見たようなミトコンドリアも配置されていますよ。で、注意しなきゃいけないのはこの中心体とリボソームには、これは膜がありませんから、膜に包まれていない、ね、これってとよくテストに問われますからチェックしておきましょう、ね、リボソームと中心体は膜で包まれていない。リボソームっていうのはね、リボソーム RNA っていう RNA とタンパク質でできてます。膜で包まれた構造ではありません。ゴルジ体と小胞体は1枚の膜で包まれています。で、当然ミトコンドリアや核は二重の膜で包まれています、ね、
こんなふうにね、細胞のね、微細構造をね、見てきましたが、なかなかね、生物基礎の教科書はここまで載ってませんよね。なんか世界が広がったようで、少しでもね、面白みを感じていただければと思います。ね、教科書を読み進めていくとね、いろんなやつが再登場してきますからね、教科書を読み進めてみましょう。